This is your conversaphone instructor who will teach you the essentials of touch typing quickly and efficiently. Learning touch typing is really quite easy. Follow my instructions carefully, and by the time you have finished this record, you will have mastered the typewriter keyboard. Try not to look at the keys when typing, and don't worry about mistakes. They will disappear with practice. Ready? 続きまして、千葉県茂原市で女子高生が7月11日から行方不明になっている事件の続報です。当初、家出なのか、失踪なのか、不明でしたが、千と千尋の神隠しについて、かの松本人志は、つまらんと切って捨てました。千と千尋の神隠しは、異世界に迷い込んだ千尋が、風呂屋の下女として下働きするところから話が始まりますが、その奴隷扱いっぷりから、ブラック企業と揶揄されている、渡美グループの元社長、渡辺美希氏が、25歳までに頑張れなかった人は人生取り返しがつかない、と発言したことが、一部で波紋を広げております。記事によれば、渡辺氏は25歳が人生のスタートラインに立てるかどうかの分岐点となります、人生の主人公として輝いている人材を育てますと宣言し、クリーンな笑顔を覗かせました。保護された女子高生は失踪当時のままの制服姿で、シャツやカバンは泥だらけになっておりました。怪我はないものの、軽度の脱水症状や衰弱が見られるそうです。当然その顔に笑顔はありませんでした。そんな松本人志も、以前は笑いの神と呼ばれ、松本信者と呼ばれる人たちも多くおりましたが、昨今では本職のお笑いの方でもこけることが多くなってきており、頬がこけて体重は当時の半分しかなかったという女子高生は、猛暑や台風があった約2ヶ月半、どのように過ごしてきたのでしょうか。女子高生の兄は、足が傷ついていた。草むらとかを歩き回って擦り傷ができたような感じ。あちこち徘徊してあの神社にたどり着いたのかもと証言したことから、人目を避けて森や神社で生活していたものと思われますが、未だ詳しいことは分かっておりません。俺分からんね。あれ何がおもろいの、なんなん、何が言いたいの、あれ何にもないや。あのね、なんかもう心配になってきてしもうたわ。宮崎監督が逆に心配されるのは女子高生の体重が半分になってしまっていることですが、いやだからね、半分と言わず20分ぐらいでまとめろっちゅう話やん。マジでなんかな、取る気なくすわ、と松本人志はその心中をラジオで語りました。しかし辞めたくなってもなかなか辞められないのが現状です。ですが元渡辺グループの渡辺美希氏は、嫌なら働きませんから、嫌なら辞めますよと余裕の対応を見せました。ワタミをブラック企業とみなすかについては、まだまだ議論の余地があるように思われます。最後に、若者の事件もワタミの従業員も松本人志の作品も、本当にこれ以上犠牲が増えないことを祈るばかりです。以上、本日のニュースをお届けいたしました。全国の皆さん、おやすみなさい。